今日は愛がなければというテーマでお話をいたします。今年この教会では、使徒パウロの生涯、あるいは彼の書きました手紙、彼の教え、彼の人となりなどをですね、シリーズでお話をしておりますけれども、これまでもパウロの書き残しました手紙の中から、彼の教え、大切な教えについてお話をしてまいりましたが、パウロというとですね、信仰による義、あるいは恵みによって救われるとか、キリストに結ばれるとかですね、そういうようなことをすぐに、彼の教えの中でも大切なテーマとして思い浮かべるわけですけれども、実はパウロはですね、愛ということについてもこれを非常に大切なテーマとして繰り返し教えております。私たち聖書に親しんでいる皆さんはですね、愛というとヨハネの福音書であるとか、ヨハネの手紙であるとかっていうことを思い出されると思いますが、意外にもですね、この愛という言葉を一番使っているのはパウロなんですね。その愛という言葉の中でもアガペというギリシャ語で表される真実の愛、誠の愛を表す言葉ですけれども、この言葉をパウロは彼の書き残した手紙の中で76回使っております。で、全ての書簡の中にこのアガペという言葉が出てまいります。それぐらいパウロはこの愛という言葉を繰り返し使い、愛について教えたということなんですね。パウロにとってなぜ愛という言葉、あるいは愛ということが大切であったのか、もちろんそれはいろんな意味があるわけですけれども、これまでもお話ししてまいりましたように、パウロという人はもともとユダヤ教の教師であった人です。そしてその中でもファリサイ派というですね、ユダヤ教の教えに非常に厳格な、それをですね、命がけで守る律法という、法律ですね、ユダヤ教の掟があって、それをとにかく厳密に守る、そのことによって自分たちは神からの祝福を受けるんだ、そういうことを信じて実行していた人でありました。で、この律法学者であり、律法の実行者であり、律法の教師であったこのパウロにとってですね、愛ということがどういう意味を持っているのかといいますと、実はここにありますけれども、彼の手紙のであるローマの信徒への手紙の13章の8節にこう言っているんですね。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのですとこう言っています。で、実は律法というとですね、すごいなんか堅苦しくて厳しくて、辛くてっていう感じがしますけれども、実はこの律法というものは、この人を愛するということに、集約されるんだと。でこれはイエス・キリストもですね、律法というのは神を愛し人を愛することであると言われました。その神を愛し人を愛するということを細かく厳しく詳しくすると律法になるということなんですね。ですからパウロは律法を一生懸命に守ろうとしておりましたけれども、実はそれはどうすれば神を愛しまた人を愛することができるのかということに、彼は熱心であったということが言えるわけなんです。しかしですね、これまでにもお話ししてまいりましたように、彼はその律法学者でありながらですね、いくら頑張って律法を守っても彼の目指していたものに到達することはできなかった。むしろ律法を守ろうとすればするほどですね、
彼は律法を守ることによって正しい人間になろうと思ったんですけれども、これを守ろうとすればするほど自分が罪深いということに、彼は打ちのめされていきました。でそれと同じように律法を守ることによって、人を愛そうとしたんですけれども、この律法を守れば守るほどですね、人を愛せない自分というものに彼は気づいていくわけですね。だから一生懸命にやっていったこととその実質がどんどんこう乖離して離れていったようであります。そのパウロがイエス・キリストに出会うんですね。この辺の話は詳しくお話しませんが、イエス・キリスト、今は目に見えませんけれども、十字架にかかって死んでくださった、そして3日目によみがえったこのイエス・キリストにと衝撃的な出会いをしてですね、彼はこのキリストによってそれまで彼が願い求めていたことが全てですね、この解決されるわけです。で、この愛する愛ということもやはり同じようにキリストに出会うことによってですね、彼が目指していたものがこの、達成されるというか、それを理解し、また完全な形で知ることができたというふうに言っております。ローマ書の8章の5節に、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。神が私を愛しておられることを立法を通して彼は知ろうとしましたが、なかなかそれを知ることはできませんでした。ところがイエス・キリストは神の子でありながら、私たちがまだ罪深い人間であるときにこの地上においでになって、そして私たちの罪の身代わりとして死んでくださった、私たちを罪から解放するために死んでくださった、まだ罪人であるときに見込みのない、どうしようもない、良くもなる可能性もないような、そういう人間のためにですね、神の子が死んでくださった、なんとこれは、愛の深いことであろうか。このキリストの十字架によって彼はそれまで律法では知り得なかった本当の愛というものを知ったんですね。また同じローマの信徒に対する8章の35節に、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、誰も私をキリストの愛から離す者はいないとこう言っているんですけれども、このキリストの十字架によって神が私を愛しておられるということはよく分かった。でもそれはただ分かっただけじゃなくてですね、この愛はパウロが苦しい時、辛い時、殺されそうになった時、もう飢え死にしそうになった時にも、この神が私を愛しておられるというこの実感は彼から離れていかないというですね、いやむしろ大きくなっている、むしろその神に愛されているということの豊かさや喜びが彼の内から溢れ出てくる、そういうことを体験している、そう言っているわけです。さらに、神が私を愛しておられるということが分かったわけだから、今度はその愛を、神が私たちに示してくださったそのキリストの愛を模範として歩もうじゃないか、その愛を私たちも実践していこうじゃないかというふうにエフェソの手紙の5章の1節で言っております。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。キリストはご自分を私たちの身代わりとしてくださった、代わりに死んでくださった、それほどの大きな愛を表してくださったんだから、その愛を模範として私たちもそのように愛していこうじゃないかと進めているわけですね。最初に言いましたけれども、律法によっては、律法というのはあれをしなさいとかこれをしなさいとかこれをしちゃいけないとかあれをしちゃいけないとかいっぱい書いてあるんですね。何千何万という、それをいくら一生懸命頑張って守ろうとしてもですね、愛の本質は分からなかったし、また愛を実践していくということが分からなかったパウロが、イエス・キリストによってそれがはっきりと分かった。そして今彼はこの本当の愛をいただいて、その愛に満たされて、そしてその愛を実践しているんだと。キリストを信じて
皆さんもどうぞ本当の愛を実践するものになってください、そう進めているわけですね。そういう彼の愛の教えの中の、まあ、一部というかその中の代表が今日読んでおりますコリントの信徒への手紙の13章であります、まあ、皆さんもこれよくご存知のところであります、あると思いますが、結婚式などでもよく読まれるところなんですが、この愛は忍耐強い、愛は情け深いという、この愛が何かということを話す前にですね、パウロは愛がどれほど重要かということをここでまず説明をしております。それがこの部分ですね。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい、全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もないと言っているんですね。これ強烈な、印象の言葉ですけれども、愛がなければという言葉が3回続けて出てくるんですね、まあ、そこから今日のテーマは愛がなければということなんですが、まずですね、人々の威厳や天使たちの威厳を語ろうともと言っています、威厳というのはですね、この聖書に記されております神様から与えられる言葉ですね。自然にこの聖霊によって語らせられる外国の言葉であったり天使の言葉であったり、そういう威厳という特別な賜物が与えられると。そしてパウロもこの威厳を語っていたということが自分も記しておりますけれども、もうそういう超自然的なですね、自分の理解を超えたようなすごい神からの賜物が与えられても、愛がなかったらこれ何の意味もない。どんなに素晴らしい賛美を歌い、どんなに素晴らしい祈りを捧げても、愛がなかったら何の意味もないということなんですね。またたとえ予言する賜物を持ち、予言する賜物というのは神から与えられた言葉を人々に伝えるということですけれども、その特別な力として、人々に与えられて聖書に約束されておりますが、その予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、もう世界中の知識を身につけてですね、それこそノーベル賞を10も20も取ったとしても、さらに山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、聖書の中にですね、イエス様が言われた言葉ですね、あなた方は信仰があったら山に命じて、海に入れていればその通りになるんだと。信仰というのはそのような偉大な力を持っている、まあ、皆さんも試しにやってみてください、入らないということはまだまだ信仰が足りないということなんです。というか、まあ安心してください、まだ誰一人成功した人はいないわけですから、でもそのようなたとえ信仰を持っていたとしてもですね、愛がなかったら意味がない。でもそういう信仰があったり、予言の賜物があったり、威厳を語ったり、知識ですよね。こちらの方がはるかに素晴らしいと思うんですが、でも愛がなければですよ、これらは意味がないと言ってるんじゃないんです。これは素晴らしいことである。しかし、愛がなかったら無に等しい。何の意味もない。そして最後に、全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、心をとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。全財産を貧しい人に使い尽くすっていうのは素晴らしいことですよね。まだやったことないですよ皆さん、もともと財産ないからとか言わないでください、でも全財産を使い尽くしたとしてもですね、でも愛がなかったらできないと思いませんか、でも人間はですね、愛なしにできるんですね。実はこの誇ろうとして我が身を死に引き渡そうと思って、これ誇ろうとしてという言葉があるんですが、この人間は自らを誇るために、この言葉は後ろの文章にもかかっているんですが、実は前の文章にもかかっていて、
その自分をよく見せたい、あるいは自分の功績を残したいというようなことで全財産を売り渡すこともあると、あるいは我が身を死に渡すようなことすらあると、それを愛なしでやることができるっていうんですね。でそれは素晴らしいことだけれども、愛がなかったら私に何の益もない、つまりこれはパウロ自身のことを言ってるんですね。パウロはまさに全財産を神様に捧げ、そして自分も何度も死に、死に目に、こう死にそうな目にあって最後は殉教していくわけですけれども、愛なしの殉教は意味がない、そう言って、つまり愛は人間のあらゆる善行、良い行い、あるいは素晴らしい能力、そういうものによりもはるかに素晴らしい、いや人間がどんなに素晴らしい能力を持ち、素晴らしい功績を残し、素晴らしいことをやったとしても愛がなかったら何の意味もない、いやもう愛が要だと言ってるんですね。愛がとにかくこの全てのことの鍵だと、そうはっきり宣言した上で、では愛は何かということを説明している。では愛とは何でしょう、ね、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、愛とはこういうものだとここで教えてくれているわけですけれども、なぜパウロはこういうふうに教えているかというとですね、我々はこの愛するということはとても素晴らしいことで、そしてこれはもう自然にできると思ってしまうんですね。あるいはこう独りよがりの愛というものを持ってしまう、むしろ人愛というのは誰かに対して、隣人に対して、注ぐものですけれども、私の愛はこうなんだと、私はこう愛しているんだというんですね、非常にこう独りよがりになりやすいんです。そういうことを戒める意味でも、本当の愛とはこういうものなんだよということを、まあ、ここでパウロは教えてくれているわけですね。もう少し分かりやすく説明すると、ここに先ほど見ていただきましたこの4節から7節にはですね、15の、言葉があるんですね。愛とは何かということが15の説明がされています。で、ここにあるのが最初の7つですかね、最初の7つですけれども、愛は忍耐強い、まず忍耐強いと言っています。でこれは別の訳では寛容と訳されているんですね。寛容、私の名前はひろしという名前ですけれども、ご存知のようにこのひろしという名前はこの寛容の寛という名前からここから取られた名前なんですね。大変ありがたい名前がついておりますが、今の新共同訳は忍耐強いという訳になっていますから、今の訳だと私は忍という名前になっていたかもしれないんですけれども、前の訳ですから寛ですね。ここにも寛という名前についてしか他にもいるんですけどね、クリスチャンネームでクリスチャンの子供はよく付けられる字なんですけれども、もともとの意味はですね、これは長い苦しみという意味なんです、ね、だからそこだけ読むと愛は長い苦しみというですね、なんかちょっとどっかの恋愛小説のテーマみたいな感じですね。愛は長い苦しみと、そういう意味なんです。それをだから寛容と訳したり忍耐強いと訳したりしているわけですね。だからまあ人を愛するということは長く苦しむことだよというふうにも取れるわけです、ね、だから辛い出だしですね、愛とは楽しいとか書いてあるんで、愛とは長い苦しみから始まるんですね、そして情け深い、これは他人のことを自分と同じように思いやるという言葉なんですね、もともとの意味は。ですから、まあ、情け深いとか、別の訳では、親切。英語の訳は主に、カインド、訳す、親切と訳してますね。
まあ、この方がちょっと分かりやすい感じがしますけれども、親切にすることは愛だ、親切にしてあげてください皆さんどうぞ、愛なんですね、親切にすることは愛だ、親切を出し惜しみしちゃいけない、愛ですからね。また妬まないって、これ3番目にね、妬まないってくるのがね、なんと不思議ですね、妬まないことが愛だ、自分の他人の成功を羨ましく思わない、ね、嫉妬深く思わない、なんか例えばこう、ね、自分の好きな人がいて、なんかその人のことを妬ましく、思うというのはなんか愛のような気がするじゃないですか、それは違うんですね、嫉妬は愛ではない。また自慢しない、自慢しないというのがね、愛なんですね、自分の成功を見せびらかさない、ね、こんなうまくいった、こんなにやりました、自慢しない、私はこんなんですよ、それは愛ではない。また高ぶらない、威張った態度、横柄な態度を取らないということですね。私はだいたい態度がでかいといつも言われているので注意しなきゃいけないなと思っておりますが、そして礼を失せず、ね、まあ、他の訳では礼儀に反することをせずというふうになっておりますが、これも愛なんですね、礼儀正しいことは愛なんです。ちゃんと挨拶しないといけない、礼儀正しく、マナーを守って、ね、これは愛だ、学校の道徳の時間で教えてほしいですね、礼儀正しくする、人前できちっとしていること、人に不快な思いを与えないようにすることね、これは愛だというんですね。そして自分の利益を求めないことも愛だと、まあ、自己中心的な、まあ、まさにこれは自分の利益を求めない、ということは愛だと。でちょっと最初の今7つが挙げられているんですけども、最初の2つは白い字になっておりまして、この画面ではですね、その下は薄いグリーンな、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これなぜかというとですね、最初の2つは肯定的な表現なんです、忍耐強い、そして情け深いですね。あとの5つは否定的な表現、自慢しない、高ぶらない、礼を失しない、自分の利益を求めない。何かをすることも愛だし、何かをしないことも愛だということです。その続きを見ていただきますと、その次まだ否定的な表現が続きます。苛立たない、苛立たないこともね、愛なんです。すぐに不機嫌にならない、これ愛ですからね。今日から皆さん不機嫌になっちゃいけません。イライラしてちゃダメです。それは愛というのは、つまり一緒に生きている人たち、まあ、まさに隣人ですね、私たちと一緒にこの生きている人たちに対して、良い、メッセージをいつも発しているというふうにも言えるかもしれませんね。だからイライラしたり不機嫌になったりカリカリしているのはですね、こう不愉快じゃないですか、そばにいられるとそういう人が。これ愛じゃない。また恨みを抱かない、これも愛ですね。過去のことをくちくちですね、何かにつけて引っ張り出していくですね、あの時こう言った、この時こう言ったっていうのは愛じゃないので、もう今日限りにやめてください、ね、それはなんか当然の権利のようにね、夫婦の間だとあるんですけど、そういうことは、やめなきゃいけない、ね、これは愛ではないと。そして次は面白いんですけどね、不義を喜ばず真実を喜ぶ、これは否定と肯定がセットになってるんですね。不義を喜ばない、正しくないことを喜ばない、そしてむしろ正しいことを喜ぶ。でこれにはですね、正しいことをすることによって不利益を被るかもしれないし、まあ、この世の中ではうまくいかないこともあるわけです。正しさっていうのは聖書が言ってる正しさですからね、聖書はこうしなさいと言ってることがこの世の中に合わないことはいくらでもあるわけです。損することだっていくらでもあるわけです。でもそれでもそちらを喜びなさい。神が何を正しいと思っておられるか、それを守ることに幸せを感じなさい。これも愛だって言うんですね。またまあ人と人との関係でいくと、人に対していつも真実であること、誠実であることを喜びなさい。二枚舌を使ったり隠し事をしたり不誠実であることはよくありませんよ、それは愛ではないですよというふうに捉えることもできます。
で最後の4つにはすべてという言葉がついているんですが、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、まあ、これちょっとセットのような感じなんですけれども、すべてを忍ぶというのは英語の聖書ではトントギブアップというふうに書いてあるんですね。もちろん分かりやすい感じです。諦めない、愛は諦めない、諦めないのが愛なんですね。またすべてを信じる、まあ、信頼するとかですね、そういう意味ですね。誰かに対して常に信頼を持ち続けること、あるいはそれは裏切られるかもしれないし、期待外れかもしれないし、傷つけられるかもしれないけれども、愛しているというならばその人を信じ続けなさいと言っているんです。また全てを望みと言っているんですね。希望を持つことも愛なんですね。前向きであること、その人を愛するというのであるならば、その人に希望を持ち続けなさい。どうせダメだろうとかね、まあ下手に信頼して傷つけられるよりはとか、それは愛じゃないんですね。そして最後に全てに耐えると言っています。まあこれはね、へこたれないというふうに、まあ、私訳しているので、なぜこういうふうに書いているかというと、線が引いてあります。全てに耐えると全てを忍びに線が引いてあるんですが、一番最初の忍耐強いにも線が引いてある。実はですね、これ3つとも同じような言葉なんですよ。忍耐強いでしょ、全てを忍び、全てに耐える。つまり愛について教えている15のうち3つはですね、忍耐なんですよ。5分の1忍耐ですね。いかに愛において耐えるということが大切かということですね。まあ、言語では違う言葉が使われているんですが、翻訳する人は英語にしても日本語にしても苦労しています。どう違うんかなということを考えながら訳しているわけですけれども、まあ、私はそれを最後の全てを耐えるというのはへこたれないというか、そういうふうに訳しましたが、こう長くこう保持するというふうに訳したような聖書もありますしね、この、まあ、いろんな意味、まあ、一生懸命訳そうとして、まあ、いずれも同じですね。やはりその愛というのは人に対して向ける心の向きというか、あり方ですけれども、そのこと、その愛する、人を愛するということは耐えること、忍ぶこと、忍耐すること、諦めないこと、へこたれないことなんだと。つまりずっとその人を愛し続けることが重要なんだということが言いたいんだと思うんです。ああそういうことなのか。愛というとですね、なんかもうちょっとこうふわふわっとしたような、感じがする言葉ですけれども、非常に現実的でね、そしてまた耳の痛い言葉も多いですね。愛というのはこういうものだと。でも皆さんよくご存知、まあクリスチャンの方はこの言葉をご存知だと思うんですが、こういまいちですね、ピンとこないというか聞き飽きているところもあったので、今日私はちょっとこの逆を書いてみました。愛がないとはじゃあどういうこと、愛がある、愛だということを分かるためにはですね、愛がないということが分かると、何が愛だということがはっきりするんですね。愛がないとは、短気であり、薄情、あるいは不親切、深く何事につけて自慢し威張っている、マナーが悪く自己中心的で、すぐに不機嫌になり昔のことにこだわる、聖書は読まないがテレビは大好き、不義を喜ばず真実を喜ぶ、まあこう訳すのはちょっとかなり極端ですけども、すぐに諦め不誠実で後ろ向きであり、すぐにへこたれる。これが私の堀川寛訳であります。愛がないということですよ。これ愛ということじゃなくて逆です。これはね、これに当てはまったら気をつけなきゃいけません、それは愛がないという、別にこれを暗唱する必要はないですよ、ただ私もね、自分がこのコリントの13章から名前をいただいてますから、この言葉については昔から考えているわけですけれども、今回ですね、この逆を考えてみてね、これ作りながら一番自分が 笑いましたね、本当にこれはまさにね、自分にぴったりなんですよね、
これはわしだなと思いましたね。短気で薄情、嫉妬深く何かにつけて自慢し威張っている。マナーが悪く、自己中心的ですぐに不機嫌になり、昔のことにこだわっている。聖書を読まないがテレビは大好き。すぐに諦め、不誠実で後ろ向きでありすぐに引き渡れる。いつ見るというかですね、まずいですね、こうなっちゃいけない。この逆をいかなきゃいけない。そして、先ほども言いましたが、パウロはこのことを言う前にですね、その愛がいかに大切か、全てのことにおいよりも、もうあらゆることにおいてですね、この愛がないと意味がないんです。私たちはそのいろんなことに愛を付け足そうとしますけれども、そうじゃなくてですね、愛がやはり全てのことの中心じゃなきゃいけない。この愛がない話ばっかり書いているとちょっとこれが印象に残ってしまうので、元のところを移して終わりますが、愛は忍耐強い、ついつい私は愛は寛容と言ってしまいますが、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを忍び、すべてに耐える。この15の戒めですね、愛についての15の戒めと言っていいでしょうか。今日この御言葉を読んでですね、確かに自分はこういうところが足りないな、こうすべきだなということをそれぞれに示されると思いますけれども、まずそこから始めて、この一番大切だと言われているこの愛をですね、私たちの日常の生活の中で一緒に暮らしている隣人たちにこの愛を持って接していきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、心より皆を賛美いたします。今日こうして10月最初の日曜日、教会に導かれましたことをありがとうございます。また今日はパウロの残しましたコリントの信徒の手紙の中から、愛とは何であるか、あるいは愛がないとはどういうことなのかということを学ぶことができまして感謝をいたします。あなたは私たちを完全な愛で愛してくださり、今も愛し続けていてくださいますから、ありがとうございます。しかし、なんと私たちに愛の乏しいことでありましょうか。完全な愛が与えられ、愛が示され続けて、愛を求めていながら自らはこれを実践することのないものであります。神よ、どうぞ今日御言葉によって心刺されました、どうぞ御言葉を実践させてください。忍耐強く、また親切で情け深く、この愛の一つ一つの教えを我がこととして実践させて、していくものとならせてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。